ですね、このハスカップの花、今日見れなかったんですよね。もう実が膨らんでいたので、うん、大きな写真ですけど、じゃん、こんな感じなんですけど、こんな感じで、今日はハスカップについてもちょっと詳しくなっていただけるかなと思いますので、まずはハスカップがどんな風に育ったのかというお話をしていきます。実は先ほど言ったハスカップ、ハスカップを入れていたものに、あと生クリームを、これ美味しいやつです。でこれ牛乳です。でもこの材料だけで、まずできちゃいます。いただきます。今日は本当に楽しみながらたくさん学ぶことができました。アイス作りもすごく初めての経験だったのでとっても楽しかったです。この体験は本当に皆さんにお勧めしたいです。私もまた来たいと思います。